探偵版ヘイセイジャンプ人気ランキング。この動画ではヘイセイジャンプメンバーのプロフィールを人気順ランキング形式でご紹介していきます。順位をつけることは決して容易ではありませんが、インスタグラム投稿数など最新の客観的な数値を元にランキングを出しています。具体的に参考とした数値は概要欄に記載している参考文献からご覧ください。ヤブコウダくん、ヘイ、セイ、ジャンプメンバーの人気順ランキング8位はグループ最年長のヤブコウダくん。リーダーを置かない方針として知られていますが、しっかり者な性格のヤブくんはグループのリーダー的存在としていつもメンバーを温かく優しく見守っています。最年長ということもあり、昔はグループをまとめなければというプレッシャーも与えていたようですね。PR 時代から天使と言われるほどの美声の持ち主としても知られるラブくん。ヘイセイジャンプ6枚目のオリジナルアルバム戦争 R ラブに収録されているソロ曲流星の死などをはじめ、ファンではない方がたまたま聴いて心を奪われてしまいアルバムを購入してしまったなんてエピソードも多くあります。またサッカーがとにかく大好きなことでも知られ、テレビやパソコンを駆使しながら3画面で同時にサッカーを見るほどのサッカーオタクな一面も持っています。実は事務所のオーディション日にサッカーの練習があったそうで、当初はオーディションに行きたくないと泣いていたというエピソードもあるんですよね。ただサッカーワールドカップのピンバッジを買ってあげると言われオーディションに参加。ヘイセイジャンプとしての今につながっていく第一歩を踏み出しました。ヘイセイジャンプメンバーの人気順ランキング7位はファンにおなじみキューポーの海の親としても知られる八乙女ひかりくん。八乙女くんは2002年にジャニーズ事務所へ入所し、 YAYA をはじめとして JR 時代からヤブくんと共に大活躍を見せていました。3年 B 組金八先生第7シリーズにも出演し、難しい役どころの中学生を見事演じたことも話題となりましたね。絵を描いたり作詞作曲を手掛けたりベースを弾いたりお料理アイドルとして活躍したり、 JR 時代から活動を共にしているヤブくんがアーティスティックと表現するようにその才能を様々なフィールドで開花させています。またお笑いセンスも抜群でグループのムードメーカー的な存在でもあるんですよね。そんな八乙女くんが少年のように泣きじゃくったのが10周年のアリーナツアーオーラス2017年の札幌公演。いつも冷静な八乙女くんが最後の挨拶で子供のように泣き、その涙はアンコールでも止まりませんでした。ものすごく真面目で努力家で、自己に厳しいだけではなく他人にも厳しいことをしっかりと言える点も大きな魅力。ヘイセイジャンプを愛しファンを愛し、時には間違ったファンの行動をしっかり注意して伝えてくれる素敵な人です。ヘイセイジャンプメンバーの人気順ランキング7位は海が大好き春生まれの夏男こと高木優也くん。一見するとクールで大人っぽくちょっと怖そうだなという印象を持つ人も多いかもしれません。ドラマで演じた役柄がそうしたイメージを強くささげるような部分もあるような気がします。ヤブくんの言葉を借りるならばチャラチャラワイルドといった外見ではあるものの、彼の内面的な部分を知っていくとそのイメージはガラッと変わってし、ワンハズ優しいという言葉だけでは足りないくらいとにかく優しい性格なことで知られ、瞬間瞬間にそうした人柄がにじみ出てくるような感覚でもあります。単に少年っぽさを持っているだけではなく人間としてすごくできている人と山田涼介くんが語るような人間性も高木くんの大きな魅力です。また家族思いな一面もあり、ヘイセイジャンプのコンサート前にお母さんと電話していたというエピソードなど家族との温かなエピソードも豊富です。そして観測レベルのイケボも大きな魅力。知れば知るほど見れば見るほど高木くんのギャップに惹かれてしまうはずです。ヘイセイ
ジャンポメンバーの人気順ランキング6位は、アイドルとしてはもちろん、俳優やモデルとしても抜群の存在感を見せている中島裕翔くん。一時期はヘイ、セイ、ジャンプでの自分のポジションに死が良い思いをしたこともありましたが、私たちが計り知れないほどの努力を重ねて現在の多彩な活躍へとつなげていったんですよね。山田涼介くんがヘイ、セイ、ジャンプで一番武器を持っている人と表現しているように、様々なフィールドでそのミドラムや乗馬、カメラやタップダンス、英会話などなど、とにかく多趣味なことでも有名。テレビで披露する機会もあまり多くありませんが、ドラムを叩いている姿はぜひ見ていただきたいです。またとても優しい性格で兄弟思いなことでも知られるゆうとくん、スタッフさんへの気遣いも抜群です。コンサートへ実際に足を運んだ方であればわかると思いますが、ファンサービスも目立つんですよね。ゆうとくんくんのファンサービスはとにかくファンの方の内輪に応えたり手を振ったりと大忙し、一人でも多くのファンに応えたいという思い、ファンに対する優しさに溢れています。ヘイ、セイ、ジャンプメンバーの人気順ランキング4位は、アメ上手でたくさんの人から可愛がられている知念優里くん。愛されキャラで小柄な身長も相まって、可愛いという言葉はもはや知念くんのためにあるようなものかもしれません。ヘイ、セイ、ジャンプメンバーの膝の上に乗ってみたり、ちょっとしたいたずらをしてみたり、他の人なら怒られてしまうことも、知念だから仕方ないという言葉で片付けられてしまうんですよね。山田くんに対してお会計係、お財布などと言えてしまうのも知念くんの特権。山田くんとは特に仲良しなことで知られ、山田くん一家と一緒にカラオケ下りたというエピソードなどもあるんですよね。そんな知念くんがジャニーズに入る前からの嵐、河野さとしくんファン、いつでもどこでも憧れの先輩はとにかく大野くん。2017年に映画忍びの国で共演したことも当時大きな話題となりましたね。今やヘイ、セイ、ジャンプの一員として人気、知名度ともに高い知念くんですが、それでもなお嵐のバックで踊りたいという願望を持っています。ヘイ、セイ、ジャンプメンバーの人気順ランキング3位は、大ちゃん、大ちゃんと親しまれている有岡大樹くん。とても人懐っこく純粋で飾らない性格なんですよね。そんな有岡くんを見て羨ましいなと思う人も少なくありません。有岡くんといえばコードブルーに出演したことでさらに認知度が高まり、名取先生ってヘイ、セイ、ジャンプのメンバーだったのなんて声もよく聞こえてきました。アイドルオーラを消し、すっかり名取先生になりきっていた証拠とも言えるかもしれません。2023年には映画新ウルトラマンで日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞しました。また八乙女くんと一緒にヒルナンデス火曜日レギュラーとして出演し、主婦層の心もぐっと掴んでいる有岡くん。ヘイ、セイ、ジャンプをあまり知らない人の間ではこの子誰と話題になることもありますが、それこそが有岡沼にハマってしまう第一歩。知れば知るほどその魅力に取りつかれ、いつの間にこんなにハマってしまったんだろうと思わせてしまうのが有岡くんなのです。ヘイ、セイ、ジャンプメンバーの人気順ランキング2位は、中性的な魅力で女性の心をくすぐる伊能圭くん。そんな彼の人気が急加速したのが2015年の伊能革命。多数のメディア露出はもちろん、ヘイ、セイ、ジャンプコンサートでグッズがすぐに売り切れるなど、目に見えて人気が上昇していくのが分かりました。准教授高槻明の推察に代表されるドラマ出演など、ジャニーズをあまり知らないという方にも現在進行型で認知されている印象があります。普段はバラエティなどのイメージも強い伊能くんですが、とても温かなハートの持ち主。ラジオで震災の話をした時や
テレビで被災地を取材した時のことを話す際には涙をためて声を震わせるシーンもありました。何にも考えていないようで実はものすごく考えているという山田くんの言葉、その意味を肌で感じられる瞬間がたくさんあります。適当なんて表現が出てくることもありますが、伊能くんは知れば知るほどそこにマイナスの意味はなくプラスの要素が凝縮されていると気づかされるはずです。ヘイセイジャンプメンバーの人気順ランキング1位はグループのセンターであり絶対的エースの山田涼介くん。ヘイセイジャンプのセンターは自分という言葉を自ら発信する山田くんですが、そこには相当な覚悟があるんだなと感じることって多い気がします。グループではそれぞれがいろいろなことに対して大変な思いや目指し気思いを抱えていると言えるかもしれません。そうした中で山田くんは自分がセンターと言い切ることにより自分自身を追い込もうとしているようにも感じます。歌やダンス演技をはじめとして何でもそつなくこなすイメージがある山田くん、もともと才能に恵まれている部分もあるのかもしれませんが、持ち前の負けず嫌いな性格で相当の努力を積み重ねてきたからこそなんだと感じる瞬間も多いんですよね。ふとしたきっかけから人を引きつけるレベルまで極めてしまうところ、そこへ向かっていく何事にもストイックな姿勢もまた山田くんの大きな魅力です。ヘイセイジャンプというグループやメンバーファンのことがとにかく大好きなんですよね。プロ意識の高い山田くんがほっと一息つけるのがジャンプメンバーとも言えるかもしれません。たまに見せる柔らかい笑顔が何よりの証拠です。今回はヘイセイジャンプメンバーの魅力について人気順ランキング形式でご紹介しました。デビュー当時は小さくて可愛らしさに溢れていたメンバーたち、20代から30代へと少しずつ歩みを進め、さらなる大人の魅力を輝かせています。これから何年何十年と年月を重ねていく中でもヘイセイジャンプにしかない魅力はずっとずっと輝いていくはず。私たちもそんな彼らの活躍をずっとずっと追いかけていきたいですね。ご視聴ありがとうございました。